神奈川県立相模原高等学校は、神奈川県相模原市中央区横山一丁目にある、公立高等学校、男女共学。相模原地区の進学を担う全日制、普通科高校をとの地元の要請に応え、神奈川県立相原高等学校の普通科が、分離独立する形で1964年に、開校した。2000年度から2学期制を採用している。 近隣に公明学園が運営する同盟校があるため区別のために県証と呼ばれることが多い。県教育委員会から学力向上進学重点エントリー校理数教育推進校として指定を受けている。平成31年度からは文部科学省によりスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けている。多くの部活動では期待、地区に所属。 三つの棟が存在しており、南側から順に A 棟、B 棟、C 棟という名前がついている。一部の増築部分を除いていずれも開工時に建てられたものであり、築50年以上の非常に古い造りとなっている。近年は老朽部分の修繕工事が行われ、雨漏りも大幅に改善された。以前は C 棟にも普通教室があったが、 2008年10月より C 棟の耐震化の決定を受けて、現在は普通教室があるのは A 棟と B 棟のみである。2009年夏からすべての普通教室及び一部の特別教室にエアコンが導入された。2011年3月の東日本大震災を受けて BC 棟間東側の渡り、廊下が通行現金となっていたが、同年5月中旬には、 工事が済み通効化となっている。また2017年度から C 棟、B 棟、A 棟の順に耐震工事並びに改修工事、アスベスト除去工事が行われている。またそれに伴いプレハブ校舎が一等築造されている。開校から1980年度までは県王学区に所属。1981年度から1989年度までは県北学区に。 1990年度から2004年度までは、相模原北部津久井学区に所属。県北学区、相模原北部津久井学区では、学区トップ校だった。2005年度以降は、学区制が廃止され、県内全域からの受験が可能となった。2020年度入試から、学力向上進学重点講演取り行ことして、共通問題と共通選択問題による特色検査を導入。 内心書の表情、学力検査の結果、面接の結果、特色検査の結果で選考される。2021年度の募集定員数は278人。文部領土、切磋琢磨をモットーに掲げる。学習だけでなく、学校行事、部活動にも生徒が自主的に全力で取り組む校風。2018年度は1学年7クラスである。また、 一年時は音楽愛、美術愛から二年時は物理、科学、地理、B から一つ選択のように履修科目の選択があるためそれによりクラス編成が行われる場合もあるただしクラスを二つに分けて授業を行う場合もある三年時は文系と理系に分かれる基本的には文系が四クラス理系が三クラスとなっている千二十一年度から アクティブラーニングや広大連携講座の強化を目的として授業時間を1コマ70分間に変更。2003年度より開始。本校教員が企画、本校と関わりの深い近隣の大学に連携を依頼する形で始まった。定型大学は年度によって変わる。過去の定型大学は東京都立大学、東京工業大学、東京農業大学、 青山学院大学、麻布大学、北里大学、中央大学、法政大学、早稲田大学等。職員室前の廊下に、攻め机という質問やマンツーマン指導専用の机がある。放課後や空き時間を活用し、多くの生徒が教員に対し熱心にコミュニケーションを取り学力の向上を図っている。ほぼ100%が4年生の大学に進学。 公式サイトを参照。大学入試結果学園祭は、あいつばさ祭りと呼ばれ、体育部門と文化部門に分かれている。学園祭を企画運用するための団体として、生徒会とは別にあいつばさ祭り実行委員会と呼ばれる、生徒主体の組織がある。あいつばさ祭り体育部門毎年6月頃に開催。体育部門は、学年やクラスでの分割ではなく、 誕生月をベースに、春組、夏組、秋組、冬組に分かれて、競技を行う。また、組ごとに希望者が参加する男女ペアダンス、応援の花があり、衣装も手作りで揃える。校庭には、生徒自身の手で描かれた各組をテーマにした巨大な絵を掲げる。春組は、ダンス、運動競技が共に強く、夏組と秋組は運動競技が強いという傾向がある。 アイツバサ祭り文化部門毎年9月頃に開催。文化部門では各クラスや団体がそれぞれ催し物を出展し、最も素晴らしかった団体に贈られる最古が現代賞の受賞に向けて各団体が競い合う。催し物の内容としては劇、イベントアトラクション、模擬展などがある。体育館ではステージ発表として、軽音楽部、マンドリン部、吹奏楽部、 応援団部などの公演が行われる。最終日の夕方からは、体育館にて在校生だけのイベントである後、夜祭りが開催され、バンド演奏やミスコンの発表もある。部活動は盛んで、入部率は、県部含め、約97%と高い。公式野球部は、夏の全国高等学校野球選手権、大会神奈川県大会で2014年にベスト8。 2019年には横浜高校を破り総部発のベスト4に入った。記念大会の2018年北、神奈川県大会ではベスト8入り、神奈川県高等学校野球春季大会で2015年に準優勝、神奈川県高等学校野球秋季大会で2014年にベスト4に入った。サッカー部は1991年に 全国高等学校総合体育大会で神奈川県代表になった。全国高等学校サッカー選手権大会神奈川県予選で1988年、1990年に準優勝。1992年にベストに4入った。卓球部は1974年から1982年の間に関東大会神奈川県予選で準優勝6回。 全国高等学校総合体育大会神奈川県予選で準優勝3回。水泳部や陸上競技部も競合でインター排出乗車を定期的に排出している。吹奏楽部は神奈川県下の高校でトップレベルの実力を持ち、東関東吹奏楽コンクールで銀賞、吹奏楽コンクール神奈川県大会で金賞、代表多数。 キック英語ディベート部は2019年 PDA、神奈川県即興型英語ディベート大会で優勝。英語ディベートでは、県下で有名。神奈川県下の公立高校で唯一のマンドリン部がある。2013年、2015年には全国大会にも出場している。軽音楽部は神奈川県高等学校軽音楽連盟の軽音楽コンクールや、 ウィーアレスニーカーエイジズ関東グランプリ大会で準グランプリ等の上位入賞多数。科学研究部は2019年の第11回日本地学オリンピックで同賞入賞者を輩出した。3つのペンを図案化したものであり、ペンの円は、さ、が3つで相模原を表す。3つのペンは、知、徳、体を象徴し、心身ともにたくましく、豊かに調和の取れた、 実践力のある人間の育成が打ち出されている。スクールカラーは緑色。応援団旗は緑に染め上げられた布地に交渉が白抜きで描かれている。効果は、時前丸を作詞、岡本厚を作曲。ヤギ節をモチーフにした、同校吹奏楽部顧問作曲のオリジナルチャンステーマ曲。同校の通称、賢章と、魂、ソウルからなる造語。 第34回吹奏楽部定期演奏会で演奏され、その後応援歌として用いられるようになる。野球応援では、ケンソ奏ルと呼ばれる、国会議員市町村長、地方議会議員、ありがとうございます。